二次の時報の後、照美さんの声が聞こえないぞとお思いになった敏感な方、実はさっきスタッフにさらわれていってしまいまして、今どこかにいるんですよ。照美さん、いや今うち帰る途中だよ。あ、帰るんですか。どうぞお帰りになってください。あとは大沢里さんとやっときますから大丈夫です。いや、お前じゃ無理なんじゃないの。今ね、はい、文化放送の2階のね、玄関のね、ちょうどこう渡り廊下風になってるね、アプローチね、だからペデストレリアンデッキ、うん、ストリップエレベーターなんかがこうあったりなんかしてね、はい、で今ちょっと表出てくるとワールドトレードセンタービルの、ね、で横にジオカフェがあるところですね。そう、ジオカフェのところでね、はい、でそこにね、今やかんちゃんがね、ここにもういるんです。目の前、やかんちゃん目の前にいるの。はい、います。いやでも植木ひとしさん亡くなっちゃって、もうがっかりだよ。そうですよね。君はだけどでしょ、植木ひとしさんのいつの時期に間に合ったの。僕はね、渋谷ビデオスタジオで植木さんにご挨拶しましたよ。ちゃんと芸人になってから。で、なんて言われたの。なんて言われたの。それで、いや、鍋のせがれですって挨拶して、おー、そうか、大きくなったなみたいな感じで、そうなんだ、頑張れよっていう声をかけていただいて、したんですけどね。はい、まあ、俺はだから番組にね、二度ほどね、植木さんには来てもらったから、はいはい、だからもう憧れの人だったからね、すげえね、そうですよね、まあ、嬉しかったけどな。上品なおじさまでしたよね。いや本当そうですよ。僕らにとってはあんなにカルチャーショックを与えてくれた素敵なスーパースターはちょっといないよな。いないですね、本当にね。残念。君の先週はほら、公開生放送で鍋治美さんにおいでいただきましたけど、はい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 、鍋さんはもうね、植木さんとはもうそういう意味では、だから昨日家行ったらしいですけどね。あ、何が。うちの親父はね、ああそうかそうか、まあ、一応ずっと付き人時代がありましたから、ね、はい、まあまあ本当に今日はずっとクレイジーキャッツの歌を流してほしいね、ラジオでもね。そうですね、本当ね、ずっとエンドレスで、本当に今日だからラジカルでずっとかけてたじゃないですか。今日かけてた、ね、やっぱあれは必要だよね、俺あんまり落ち着いて聞いてられないんだけどさ、やかんちゃんそんなことはどうでもいいんだよ。今日最後だから。あ、そうですよ、本当にもうオーラスだよ。本当テレミさん、お前さん、お世話になりました。本当ありがとうね。こちらこそありがとうございました。スーパージョッキーが終わるときはね、こんな悲しい気持ちにならなかったんですけどね。いや、やっぱり悲しかっただろ。あの時はね、もう解放されたって感じで。ああ、そうか、熱湯だからね。もう熱湯だし、軍団と毎週会うってほら、それも大変だったんで。いや、解放されたって感じで。今日はね、特別にね、やかんちゃんが何年間もの間ずっと愛してやまない心の大部分を占めているね、物ね、物、憧れ、うん、連絡先をね、こっそりと教えちゃう。照美さん、おいよいよだよ。11年もう大変だよ。連絡先記念まだ会がありましたけど、前はだけど君にはそういうさ、チャンスを与えたのに君がそのチャンスを無理しちゃったから、まあね、改めて俺がここでそういう形をまた取らざるを得ないわけだよ。照美さん、やっぱりやる男ですよ。やっぱりな。もう11年。富田康子ちゃんって好き。いや、大好きですよ。ああ、俺も好きなんだよ、ね、俺は一緒に仕事したことあるんだよ。おまさん、はい、11年経ってやっとですね、照美さんが僕の目を見て今喋ってくれてるんですよ。バカ野郎。11年経って、この連絡先はね、貴重な情報だから、やかんちゃんにそう簡単にあげちゃうのはもったいないんでね。いきなり目そらしました。ゲームですか、何ですか。ここにね、その連絡先が書かれたメモ用紙の他にね、やかんちゃんが今まで慣れ親しんできた小道具がそれぞれね、1から8まで番号書かれて、ずらっと並べてあるから。今パーフェがそれ蹴ったりなんかしてるから、音出さない。やかんちゃんの選んだ数字が書かれた小道具を、ね、この文化放送社屋の2階部分からやかんちゃんのいる、今度は1階部分にやかんちゃん降りてもらうから、降りるんですか。そこにめがけて落とすから。はははやかんちゃんは頭か顔でそれを見事にキャッチ、はい、言ってくれる、ね、もちろん死んじゃうといけないから、今はもうヘルメットもかぶってもらってるけど、かぶってますけど、俺の親心ってやつだね。いや、まだね、3月の後半ですけど、行くね。パンツ一応意外と寒いですね、これね。あ、ま、増田君との仕事もあれだよ、もうこれが最後だよ、本当に。そうなんですよ、ね、1回でね、連絡先をね、引き当てるかもしれないしね、これ最後になっちゃうかもしれないから、はいはい、だけど何が出てもね、必ずしっかり受け止めてね。しっかり受け止めないと失格だからね。そうですか。うん、で、やかんちゃんの愛と情熱があればね、必ず連絡先がゲットできるから。はい、今ね、まあ言ってみればね、やかんちゃんの愛のキャッチ。あ、今下に来たね、ちょうど。1回降りましたけど。ああ、いいね。意外と高いですよ、これ。これ結構距離あるね。これ距離あるよ。これどのくらい、何メーターぐらいあるかね。普通のビルだと4階分、3階か4階ぐらいじゃないですか。そうだな、普通の家だったらそんなこんな感じだよな。そうですよ。これ1階と2階の高さじゃないですよ、これ。うん。それじゃあ、そうね、早速行くからね。ええ。好きな番号は何番？やかんちゃんの。ね、1番か何番ですか？
1から8。1から8。じゃあね、あの、原監督の8。ああ、原監督好きなの？原さん好きですよ、現役じゃん。ええ。あ、大好きなの？はい。大好き。よし、じゃあ行くよ。今日はもう最後だからね、ファンの人も一生懸命声援してくれて嬉しいですよ、ね。じゃあね、最初はね、ポリバケツだな。8番だから。ちょっと待って、8番ポリバケツなんだよ。マジですか？おい、受け止めろよ。怖いな、これ。連絡先がな、書いてあるかもしれないんだぞ。はい、行くぞ。はい、行くか。痛い肩当たった。ポリバケツだもんな。じゃあ、ね、次何番？次じゃあ、じゃあ3番。え、長嶋さんの3番。3番？3番。なんで3番なの？で、長嶋さん。あ、長嶋さん。長嶋さん。まず長嶋さんを先にしてほしかったな。いや、でもほら、現役の監督とね、うん、やっぱあるじゃないですか。残念だな。これ3番はね、からしに風船だ。からしに風船だよね。ちょっと、ごめんなさい。受けてない、これな。いくよ。はい。いくよ。はい。あー、いったー。いくよ。もう一個いくよ。はいはい、もう一個、二個あるから。はいはい、あ、行ってよ。あ、割れないな。残念だな。残念だな。これ投げからしが出なかったもんな。今一生懸命近くで、ね、小石さんが当ててます。次何番選ぶ。割れた割れた。あー、すげえ。今マスオカ何番に投げすぎられちゃったからな。かわいそうに。うわ、いやー、これ目が、目に、あー、来た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 。うわ、不思議だ。最後の仕事としては辛いよ、そう、辛しりだもん。あ、次何番選ぶ。剃り頭がすげー痛い。次何番選ぶ。うん、じゃあ1番。1番1番ね、わかった。まあね、なんかここ人が集まり始めたよ。だいぶなんか変わったことやってるから。残念だな、これ。何、ね、一番何、あのね、段ボール箱だったよ。当たんないな。それじゃあ受け止めてよ、これ。怖えな、これ。頭で、ね、いくよ。はい、角でね。あ素晴らしいね、やかじゃん。ほんとにやってくれるね。全然出ていかねえかよ。手が縮んだ。え、手が縮んだ。全然なんか連絡先ゲットしてくんだが。今、何で、何故に外国人観光客の皆さんが見学に来てますけど。喋るしてる人まで出てきたぞ、お前。いやー、これ首縮むわ。おいおい、次、次何選ぶ、何番。じゃあ5番。5番。5番、5番で、5番、5番で、よし、分かった。今日から5番で、また残念だな。大量のペットボトルとね、缶コーヒーのね、空き缶だな、これ、ほら。ちょっと待って、怖い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 、受け止めてよ。はい。いいって、背中。いえ、ね、危ないですよ、これ。ね、残念だな。さん、早く連絡先ゲットしてくんないと。鈴木さん、最終回に殺す気ですか。え、最終回に殺す気ですか。いや、そんな弱いね、山な君じゃないから分かってるから。やっぱりね、最後にね、素敵なものを貸し取るためにはやっぱり試練は必要だからな。さあ、今もう何、8番、3番、はい、それから5番と何番、何番選んだっけ。なんか、選べましたけど。次何番じゃ。じゃあ、何、ラッキーセブン。お、ラッキーセブン、どうだ。ラッキーセブンだ。俺の欲しいものが来い。タバスコ入り風船で。一番いらない、一番いらない。もう、あれ、いないじゃねえかよ。隠れるなよ。隠れるなよ。隠れてないですよ。行くぞ。ガーナ、アナル。だいぶ人が集まってる。ちょっとあのね、ちょっと最後の放送にしてはちょっとね、あまりに惨めかもしれないな。行くよ、もう行こう。はい。ああ、失敗だ。残念だ。あのね、これタバスコですよね。なに、そうだよ、タバスコ入りだよ。あー、また、あっ、また松田ドライバーに嫌がらせしちゃったな、かわいそうに。あのね、え、で、あの、あ、顔とかならまだよかったんですけど、全部あのパンツの中入ったんで。こいやー、ラッキーセブンって言うけど、ちょっと今のひどかったな。いや、もうあれ、残り少なくなってきたよ。もうちょっとだよ、チャンスは。あのが、え、あのがすごいことになる。あのが燃えております。何番選ぶんだよ。あ、じゃあね、うん、じゃあ2番。2番ね、2番。あ、残念だな。もうまたダメだよ、一等間。あー、かわいそうにな。怖えな、これ。
全然当たってんじゃねえかよ。当たってますよ、頭には。当ててくれよ、頭にいろんなもの当てんじゃなくてさ。おまださん、え、おまださん、まだ出てこないのね。殺される、殺されねえよ。殺される。よし、分かった。じゃあもうほら、もうチャンス少ないんだから。あと何番？じゃあ6番。6番。よし、あの篠塚の番号ね、昔の。6番、そうそうそう、篠塚。え、あ、残念だな、これ塩入り風船だよ。塩？ちょ、俺ナメクジじゃないんだから。ちょ塩入りだよ。行くね。あ。もう塩入りだね。今な、悪いけどな、あのな、球界の方では大沢ゆりさんが待ってんだけど帰っちゃうかもしれないよ。こんなことやってると。え、もう一個行くね、塩入り。あ、ダメだな。すごいよ。そうだな。ああ。ドライバーに笑いちゃったな。ちょまだ。ああ、それまでだね。あの、あのね。じゃあ次何番？タバスコからしに塩はこれね。あ、分かった。じゃあね。すげえ縮むからさ。うん。あのね。あと何番ですか？もうね、いい。連絡先のメモをね、渡す。あ、本当ですか？もうね、そんだけ頑張ってくれたから。ありがとう。でもね、紙だから軽くてうまく落とせないんで、電話帳に挟んで落とすから。痛い。目とかいろんなとこ行っちゃって、捉えちゃっていけないから、電話帳に挟むから、これで落とすから、愛の力でキャッチしてね。じゃあ、連絡先のメモを。電話帳？電話帳だよ。これは。草彦さんならこれ真っ二つに終わっちゃうんだよ。行くよ。草野に負けんだよ。行くぞ。はい。はい、あー、これは怖い、これは怖い、これはないな、飲めちゃダメだよ、本当に人集まっちゃった、お前あった、50人集まっちゃった、これゲット、あった、ゲットした、ね、そこにね、やかんちゃんがね、やったね、10年以上にわたって愛し続けた、はいね、それがね、よ、なんて書いてあるの、読んでごらん、あ、メールなんだよ、秘密の連絡先、そうそうそう、yaruma@joqr.net yaruma@joqr.net だろ、つまりだからね、番組明日と明後日あるから、そこにメール送ってねっていうね、知ってるよこんなの、さよなら、こんなさよならじゃない、またな、この野郎お世話になってね、お世話になってて言わねえから、おまささんお世話になりました、ありがとうございます、こんにゃろー、再びの